どうも、こんちはスワクテカと申します。どうも、ワクテカさん、社名丸です。いやワクテカさん、前回の取材記事がなかなか好評でして、うちの編集長も喜んでましたよ。そうなんですか。だいぶ最初に暗い茶番をしたせいで視聴者に怒られると心配してたんですが。大丈夫ですよ。ああいうネガティブな感じがナウナヤングにバカウケなんですから。で、今回の取材内容はですね、ズバリ、遊戯王を始めたきっかけは、です。これはまた根本的な質問ですね。てかこういうのこそ第1回でやるべきなんじゃ。見切り発車で始めたゆっくり実況だからね。しょうがないね。メタルのやめなさい。しかし遊戯王を始めたきっかけか。今思うと僕が遊戯王始めたのってかなり後なんですよ。え、ワクテカさんは初代遊戯王の世代じゃないんですか？19歳のくせに。いやまあそりゃ初代遊戯王世代ですよ僕は。正直な話僕の世代はジャンプ黄金期と呼ばれる時代でしたから。遊戯王知らない男子なんてまずいなかったと思う。改めて見るとすごいラインナップですねこれ。当時の子供にとってジャンプの話題は日常会話で当たり前のようにすることでしたから、その中でも特に異彩を放っていた遊戯王と呼ばれる作品は、話題に事欠かない独特の魅力を提供してくれました。当然カードゲームも流行し、周りの友人はみんなやっていましたね。ですよね。周りの友人は、ええ、お察しの通り僕はやってなかった。カードすらそもそも持ってなかったです。なんでです？あ、まさか友達がいなか。ちげえよ、家の事情だよ。家の事情？遊戯王が流行るより前にドラゴンボールカード出すってのが学校で流行ったんだ。で、それにお小遣いを全部ぶっこんで買ってたりしたら親に怒られてさ、それ以来カードとか買うのはやめろって禁止されたんだよね。漫画とかはいいけどカードはダメってさ。まあありがちといえばありがちですね。うん、だから初期のサンボル強欲なツボ世代の遊戯王は経験してないから知らないんだよね。知識として理解はしてるけどさ。あれはあれで楽しかったんですけどね。ジェミナイエルフにメカハンターが最強の時代。だから当時周りの友達が全盛期の頃に僕は遊戯王できなくて寂しかったな。そして高校とかになったらみんなもカードやめて僕も忘れていった。なんでや、ジャンニョ関係ないやろ。高校卒業して専門学校に入ってさ、そこで出会った友達がまあいわゆる典型的なオタだったのよ。周りが結構陽気ばかりの中でオタ友達ができるのはすごい助かった。オタクはオタクと惹かれ合う。ですね。これはどこの世界でもなぜか共通。そこで出会ったオタ友はみんなジュエリストだったんだな、現役の。それも普通に休み時間に教室でジュエルするぐらいの熱中ぶりだったんだってばよ。いるいる。でも自分はカード持ってないから参加できないじゃない。興味はあったけどそもそも OCG のルール知らないからさ。私、みんながやってるのを見てるだけだったんだ。でも友達の一人がその時見てるだけだった僕を見かねて、遊戯王タッグフォースのゲームをくれたんだ。ソフトそのものを。ソフトをくれたんですか？貸してくれたじゃなくて。くれた。これやるよって軽い感じで。なんちゅう太っ腹な友達なんや。これこそ友情。一応補足しておくと、当時は天使の施しっていう特典付きゲームを複数買って特典カードだけ抜き取り、ゲーム本体は自分でプレイする分以外は売る方法があったんだよ。で、その余った分のゲームを売らずに僕にくれたってわけ。まあ売っても大した値段にならないからかもしれないが、ポンと提供してくれた男気は素直にかっこいいと当時思ったよ。ええ話やないですか。それからはもうハマるどころじゃないぐらいにハマったね。寝ても覚めてもタッグフォースでデュエルしかしてなかった。人いなくても CPU とやってるだけでもこの上なく面白かったもん。そんでそこまでハマったら、あとは実物のカードに手を出すまで総時間はかからなかった。友達からカード借りてやり始め、それでデッキを組み。それでも足りなければ生まれて初めて行くカードショップでカードを買って自力で組んだ。この人が底なし沼にハマっていく過程を見るのは、最高やな。そもそも大人だから金はあるんだ。歯止めが効かない。欲しいカードがあれば躊躇なく買う。だから相場とかもろくすっぽ調べない。ただ欲しいカードを揃えるというだけ。やり始めの頃にショップごとの値段の違いとか気にしませんもんね。でもたまらなく楽しかったよ。今まで漫画やアニメ、ゲームの中でやっていたことを現実の世界で自分が体現してるんだ。遊戯や城之内や海馬が僕の手で再現されてるんだ。夢のように楽しい時間だったよあの頃は。ちなみにどんなデッキ使ってたんですか、その当時。確か一番初めに作ったデッキは、ガイアパワー、と、翻弄するエルフの剣士、でロックする、地属性、デッキだった。ミスゲックソードマンとか入ってたよ。イラストに惚れてたから。こういうバンク系のフィールド魔法は初心者の頃は入れたくなりますよね。良くも悪くも自由だったよねあの頃は。今はもう？
なんかいろんな意味でがんじがらめになっちゃってる。いかん、またネガティブモードに。そのお話はまた今度にしましょう。あ、はい。とまあこんな感じですね。遊戯王を始めたきっかけは、ただ一つ言えることはね、きっかけなんて何でもいいんですよ。必要なのは自分からやろうとする意思ですから。ショップに自分から行って大会に参加したり、交流会やオフ会に積極的に顔を出そうとしてみたり、まるでカードを知らなくても自分からやろうと、興味を持とうとしない限り何かを始めようとするきっかけにはなり得ません。そうですね、最初から色眼鏡で見て、いい歳して遊戯王とか、カードとか子供っぽい、といううがった目で見てしまうとそもそも何も始まりませんね。この動画を見ている人で、興味はあるけどやる勇気がない、という人はまずやってみてから判断してほしい。何事もそうだが、趣味はやらないと面白さもつまらなさも伝わらない。やってみてつまんないなと思ったらやめればいいのだから、僕の動画を見て一人でも遊戯王をする人が増えてくれればとても嬉しいです。その場合いつか遊戯王をやるきっかけはワクテカの動画を見てから、と言ってください。さらっと宣伝していく。汚いな、さすが19歳 JK 汚い。まあこんなところです。皆さんもぜひとも周りで踏ん切りがつかない友人がいたら積極的に誘ってあげてくださいね。でも嫌がってるのに無理やりやらすのはダメだよ。ですな。本日はありがとうございました。いい取材になりました。いえいえこちらこそ楽しかったです。あ、そういえば社名丸さんが遊戯王を始めたきっかけは何だったんですか？私ですか？私はですね、今日のうち、海馬の BL 本をあさりにコミケに。はい。お疲れ様でした。また次回。